ご一同にご参詣ありがとうございます、本日は、私にとっての最愛の兄弟子であった、名古屋建国寺の、安永安隆氏の今日はちょうど一周忌の正月ご命日の日にあたりますんで、今日はその安永安隆氏のご訪問を聴聞をさせていただきたいと思います。ご教化にこの実り保たせたしや広めたや法華経そ知る今の愚人にこの実り保たせたしや広めたや法華経そ知る今の愚人に開頭聖人お示しのご教化でございます。このご教化は未だご信心をしていない修外者に仏流宗のありがたいご信心を教えてあげたいと教化策略のご方向に精進させていただくことが大事と仰せのご教化でございます。この実り保たせたしや広めたや法華経をそ知る今の愚人にお示しでございます。さて本日このご教化下の句に法華経をそ知る今の愚人とこう仰せでございますが、これはお題目のご信心をしていない全ての宗外の方々を指しております。お互いはこのような宗外の方に対して慈悲の心で接し、何としてでも生きている間にお経化をさせていただき、ご利益を頂戴してほしいとの思いを常に持ち続けてご奉公をさせていただかなければなりません。ご信心では信者成仏奉者打獄こう教えられておりますように、いくら心の中で幸せになってほしいとこう思ったとしても、当の本人がこのお題目をお唱えをしていただかない限りはご利益を頂戴させることはできません。しかし悲しいかな、宗外の方々はこの上行所伝のお題目にお出会いする術がありません。そこで我々信者が出会った人々にお題目のご信心をしませんか、こうお勧めをしてあげなければならないのでございます。私たちのご信心のお手本でございます不教菩薩は、道行く人々すべてに歎異抄礼拝し、あなたもご信心をすれば必ず幸せになりますから、ご信心なさいませんか、こう声をかけ続けられました。しかし中にはこの不教菩薩のことを気味悪なって冷ややかな視線を送る者、腹を立てて石を投げつける者、杖で叩く者等々、皆が皆素直にご信心をする者はおりませんでした。それでもこの不教菩薩は決してひるむことなく声をかけ続けられたわけでございます。ですからお互いも宗外の方々に対して断るごとにご信心をお勧めをさせていただくことが大切になるのでございます。これは手前どものお寺のご信者の話でございますが、今年に入り薬中を通じまして東病平湯のご祈願札の申し込みがございました。しかしその対象となる方が今まで聞いたことがないお名前でございましたので、その薬中は事情を伺ったようでございます。するとそのご信者の友達で、ね、お年はまだ
40代前半なのですが、進行性のがんに侵され余命1年とこう宣告をされたということでございます。そこで何とかしてこの友達の病気を治してあげたい、その一心で闘病兵ゆうのご祈願をあげたいということでございました。しかし残念なことに相手の方はご信心をしておられませんので、闘病兵ゆうのご祈願をしてもこれではご利益をいただくことはできません。そこでまずそのお友達がお題目を唱えられるように正午起立のご祈願から始め、ご信心をお勧めをするようにこう薬師寺がお話を進めたのでございます。するとそのご信者はこの信者成仏放射打獄というご信心の筋がよく理解できておらず、物流中のご信心は冷たい、こう起こってしまったのでございます。その後何度も説明をしたそうですが、一向に聞く耳を持ってはくれず、ほとほと困っておられたわけでございます。そのご信者にしてみれば、いつもご訪問で人助けの大事とか慈悲心ですとかこう説いているのに、自分の仲のいい友達が生きるか死ぬかというような一大事の時に、そのことを心配して闘病兵のご祈願をする、それがなぜいけないのか、どうもこの一点がどうしても理解できなかったようでございます。こちらも薬中から相談を受けましたので、直接ご本人のところに伺ってこのご信心の筋を教えをいたしました。ご利益というのはお題目を唱えて初めて頂戴できるのですから、あなたが本当にその友達のことを心配するのでしたら、どうかこのご信心をお勧めをして、あなたも一緒にご信心してご利益をいただきましょうとこう勧めてあげなさい。そうすれば必ずご利益もいただけますよ、こう釈服をいたしました。するとそのご信者は、でも病気で苦しんでいる相手にご信心を勧めるともう死を待っているみたいで、私には到底できません、こんな返事が返ってまいりました。そこであなたが本当にその友達のことを思うのでしたら、勇気を持って私と一緒にお題目を唱えて病気と戦いましょう、それぐらいのことは言えるはずでしょう。本当の親切というのはお題目を進めることなんですよ、こう再度釈服をして正午起立のご祈願から始めていただいたのでございます。以来お功績でもしっかりとご祈願をしていただいたんですが、先々月のお参詣の時、正午起立のご祈願札が上がっておらず、随分と暗い顔をしておられるので、心配となって声をかけました。しかしその時は他の参詣者もおられましたので、それ以上詳しくお話しすることができず、お講終了後ご自宅の方にお伺いをいたしました。するとやはりそのお友達が残念なことにお亡くなりになったようでございます。余命1年と言われていたのに、わずか4ヶ月で亡くなったそうでございます。葬儀に参列し、ご家族の挨拶の中でそのお友達が随分と苦しんだ末お亡くなりになったという話を伺ったようでございます。ご主人も最後の挨拶の時、これでもう苦しむことがなくなり、本人にしてみればこの方が幸せだったのかもしれません、こんな内容の挨拶だったそうでございます。その話を聞いて
本当にかわいそうなことをしたと涙が止まらなかったそうでございます。結局この方、亡くなったそのお友達にご新人のことを何一つ言えないままお亡くなりになってしまい、今となっては後悔をしているということでございました。まあ、そこでその亡くなった友達の俗名で一座ご栄光とご新人を進めきれなかったことをお懺悔させていただきました。お参りが終わってからお講師やお役中からお経家の大事なことを教えていただいたのに、冷たい新人だこう思ってしまったことを今は反省をしているとのことでございました。自分がもっと早くこのご新人を勧めてあげていれば、あんなに苦しい思いをさせずに済んだのかもしれない。そう思うと悔やんでも悔やんでも悔やみきれません。こう自分を責めておられました。そこで今あなたにできることは、このお題目でご栄光をしてあげて、来世こそこのご新人ができるようにと祈ってあげることですよ。こう言葉を添えておきました。いくら心の中で幸せを、ね、願ってあげたとしても、本人がお題目を唱えてないことにはご利益はいただけません。本当に相手のことを思うのであれば、心に感じたその時にご新人を勧めてあげる、これこそが本当の慈悲親切の姿なのでございます。ですからお互いは何とかして助けてあげたいとそう思ったその時こそ、勇気を出してこのお題目のご新人をお勧めしていただきたいのでございます。解放書にご指南を拝見をさせていただきますと、心に恐れありては人を助けなたし、心に恐れありては人を助けなたし、お示してございます。本当にこの人を助けてあげたいとそう思ったら、迷わず声をかけてご新人をお勧めをいたしましょう。どうしようどうしよう、ぐずぐずしている間にも、相手の方が一歩一歩苦しみの世界へとはまり込んでしまっているわけでございます。ですから一時も早くご新人を勧めて、ご利益の世界へと方向を変えてあげることが何よりも大事だと仰せてございます。いくら心の中で相手の幸せを願ったとしても、人情としてはよく理解できますが、残念ながらそれだけのことでしかありません。ですからここは一つ勇気を持って、あなたも私と一緒にお題目を唱えてみませんか、必ずご利益がいただけますよとご新人をお勧めをさせていただくことが肝心とお教えをいただく本日のご教科でございます。ゆえにそのことご教科にこの実り保たせたしや広めたや法華経を所知る今の国